こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーンズレッド始めていきましょう。一回ガチャか。これは？S ですね。いつもお疲れ様です。うん。いつもありがたい。今回はメインストーリーを進めていこうと思います。と思ったら、イベントがある。まあ、ガチャですね、その前に。あ、エリカ。ダメっぽい。イベント？やってみるか。ん？ああ、ダメだ。スコアタックはできるけどな。今レベル90ですね。なんか気持ち悪いよな。ガサガサ言ってる。お、早くもブレイク。今で集団攻撃です。系ですね、どうやら相手は。なかなか減らない。タフだなあ。毒
お、やりますね。どこか気をつけないとね。メガシェル。これ毒消えんのかな？もうちょっとだ。毒は消えない。もうちょっとです。破りました。今難易度最低だったからな、そういや。持ってメインクエストをやりましょう。第2章の9日目からです。どこに向かえばいいんだ。いらっしゃいませ。ちょっと全員トリガーボックス持ってると思うんだけど、どうかな。文豪持ってる。あ、じゃあ持ってんな。耐久チップがこれ1しかないんだ。じゃあ耐久チップでも買うか。いらっしゃいます。耐久チップ2を。お値段通り。装備しましょう。
これどこなんだ？ここか。メンタル上げるやつって。よし、今日は鍛えちゃうぞ。自転車みたいなやつだ。走るコースでモニターの景色が変わるのか。すげえ。河川敷とか街の中とかいろいろあるの。いいな。うわあ、懐かしい。キャンサー襲撃前の風景だ。泣ける。こんな泣けるトレーニング初めてだ。メンタル上昇、カリスマと器がちょっと足りないな。いい汗かいた。そろそろ帰ろう。どこ行くんだ。あれ、カリリンじゃん。ここはブティック。入ってみよう。よう、カレリン。何か欲しいの見つけた？ううん、ただ眺めてるだけ。なんなら私が見繕ってあげようか。そんなことさせられない。これでも私、メジャーで活動していた時期にアパレル会社と組んでオリジナルブランドでデザインもしてたよ。すごい。私が辞めてからも続いてたはずだけどな。なんていうの？ルナティーク。うわぁ、知ってた。学校で流行ってたの覚えてる。あれ、ルカさんのブランドだったんだ。始まりはそうだね。どれだけすごい人なの、ルカさん。やばい、株が爆上がりしちゃった。これは告られる。それはどうかな。からは破壊衝動のようなものを感じる。根っこのところは同じかもしれん。いやー、どうかな。唐突に自信を失うな。まあ、人間なんて根っこはみんな同じだよね。ではこのわしを美しき破壊者としてみよう。この鎖を首から下げたら出来上がり。雑じゃー。丹精を込めよ。なら、カレリンに戻ってよ。丹精込めるから。見た目は変わらんというのに。ったく、不思議なことに結構変わるよ。何そう、カービィ。重い。何これ。鎖。いいね。これがかっこいいの。いや、どうなん。ちょっとした冗談でカレンちゃんを怒らせてしまったからさ。ちゃんと見繕うよ。試着してみて。うん。例えばこれとこれをこう合わせる。うん、いい。こういうパターンもありだな。うん、ありね。最後は、正直に言うと、私はこんなのが好きだけどな。え、男の人みたいという感じかな。どれが良かった？そうね、最初のかな。いつか男装の着て歌ってみてよ、うん、絶対ライブ映えするから。無理。嫌われた。日曜日だ、この日休みだったんだな。ありがたい。どっちがいいんだ。キリュウに行こう。なんかすごい都合がいいな。そこは天才剣士に任せてください。気合入っとるの。若さすがです、お嬢様。討伐任務を。
残念。日本人だらけだぜ。なんかいろいろなとこにいろんな人がいますね。受けられるのかな。毎日バブミの気配を感じる。あらあら、まあまあ、どうかしましたか。やっぱりリサママ。ママか。相変わらずお母さんっぽくて安心する。ルカちゃん、年頃の女性に対してそれは褒め言葉ではありませんよ。でもこの安心感を他の人にも味わってもらいたい。というわけで、うちの隊員を甘えさせてくれませんか。私でお役に立てることがあるのでしたら喜んで協力させてもらいますよ。さすがはリサママ。では準備をしておきますので、後ほどアリーナに集合でどうでしょう。うん、それで頼む。うちの中で一番甘えてもらいたいのは、うん、小さいのに頑張ってるお玉さんかな。スタジオに、いや、なりたい。ずっと落ち続ける存在でいたい。お、室伏と競争だ。負けないぞ。確かに。おたまさんが見た目相応におぎゃるところを見たいんだよ。ママ、お待たせ。あなたは確か 31D の室伏リサさん。違うよ、おたまさん。室伏リサと書いてママって読むんだよ。あらあら、まあまあ、どうでしょう。あの、差し出がましいとは思いますが、否定するときはきっぱり否定した方がいいと思います。うん、でもせっかく、なんだこの包容力。全てを受け入れてくれる、それがお母さんさ。もうルカちゃんたらはしゃいじゃって、あまり騒がしくしたらね、ですよ。確かに。バブー、幼児太鼓。 31A の隊長さんはいつも元気で楽しい人ですね。タマちゃん、あ、タマちゃんって呼んでもいいですか。え、あ、お
タマさんはそうやって呼ばれるのは嫌なんだよな。いいです。タマちゃんに。あれ？では、よろしくお願いしますね、タマちゃん。から溢れ出る高濃度バブミ成分に早くもおたまさんがおぎゃり始めてる。誰？はじめまし。長距離砲。なんだこの理性。ただ A なんで気をつけないといけません。逆にママだけど彼女を守らないといけない。やりました。よくできました。ご褒美。あらあら。ご褒美ですね。お疲れ様。二人ともたくさん頑張りましたね。ルカちゃん、偉い偉い。タマちゃん、いい子いい子。く、頭を撫でられることによってバブミ因子が直接流れ込んできやがる。抗えない。バブ、私は耐えてみせる。 ありがとうございます。頑張った二人にはご褒美としてお弁当がありますよ。リサママが準備しに戻ったのってこれのため？はい、カフェテリアの厨房を借りて作ってきました。海苔を巻いた俵型のおむすびにハート型の卵焼き、タコさんウインナー、そしてウサギのリンゴ。お母さんだ。たくさん食べてくださいね。いただきます。両手がついた。いいな。ご飯粒だ。はい、取れましたよ。ママが欲しい。もう、タマちゃんたら慌てんぼさんなんだから。そうだ、タコさんを嫌がってんのかな。はい、あーん、タコ、コンツをもらいます。リサママを誘ってお風呂に行こうか。まあそうなりますね。リサママ一緒にお風呂行ってくれないかな。はい、ルカちゃん一緒に入りましょうね。うん、私もお母さんと一緒に入る。あらあら、まあまあ。いいお湯加減ですね。お
が巨乳名物お湯に浮かぶおっぱい。さすがリサママ、心だけじゃなくいろんなところがでかいぜ。そんなにじっと見つめられると恥ずかしいですよリサママが怒ることってあるの？私だって怒るときは怒りますよ。例えば？そうですね、弟がご飯を食べるのを忘れてテレビに夢中になっているときとか。お母さんだ。妹が何度起こしてもなかなか起きてこないときとか、お母さんだ。それから同年代の子からお母さん呼ばわりされたときなども。お母さん、え、もしかして今って怒ってる？あらあら、まあまあ、ほんの冗談ですよ冗談かどうかわからないところもお母さんだ。ちょっと涼みに屋上に行くか。うん。あれ、こんなところにいたんですか。お、葵も来たのか。普段人気者な分、たまに一人で黄昏れたくなるのさ。そうですね、いつも 31A の中心にはかやむりさんがいますもんね。ユッキーとか私のミーハーのファンだからな。出会って間もないのに。いや、私アーティストやってたからさ。あれ、かやむりさんの名前どこかで見たような。チーズレジェンドのボーカル。電子軍人手帳で譜面を調べたとき、偶然だろうなと流したのに本物だった。そうでしたか。あ、改めまして、青井エリカです。いきなり緊張するのやめてくれない？有名人と会うとこうなりますよ。ま、シガレットチョコレートで一服して落ち着きな。はい、ありがとうございます。生き返るね。はい、実際カカオは末梢血管を拡張し血流の流れを良くしてくれるので怪我を治す効果もありますしね。さすがハイパーサイメシア人。人はいりません、ハイパーサイメシアです。落ち着いてきたかな？はい、おかげさまで。で、葵自身はあれからどうだ？なかなか難しいですが、前よりは前向きになれています。いいね、その調子その調子。はい、かやむりさんの言葉のおかげです。と同時に、シーズレジェンドのボーカルのかやむりるかさんからの言葉だったんだ。もう現役じゃないから。そうでしたね。私だけじゃなく 31B のみんなも葵のこと信じていると思うよ。どうかな。そうだと嬉しいです。そろそろ戻るとするか。まあ、うまくやれてるようでよかった。作戦、頑張ろうぜ。はい。
限界突破の器。さっきと同じ日ですね。研究してるの？研究室的なところでやるものでは。愚かだな。なんで？スティーブ・ジョブズも歩きながら思考し、数々の発明をしてきたのだよ。エジソンは？知らんわ。スティーブ・ジョブズさんしか例ないの。あとわしが好きだった昔の作家。誰？覚えとらんわ。じゃあ研究室的なところに戻ろうな。ライバー！研究室的なところがないからここに研究しとるんだ。何それ、なんかボコボコ言ってる。まあ調合中だからな。混ぜるな危険的なものを。そんな洗浄剤のような生優しいものではないわ。あれだって長時間さらされると人が死ぬぐらいの毒ガスができるぜ。え、マジマジマジ。そいつはダメだ、決して混ぜてはいけない代物だ。ああ、だから混ぜるな危険って書かれてるんだよ。なるほどな。安心するがいい。そういう意味ではこれは混ぜるな危険的なものではない。どう？これはなんと、しばらく強くなれる魔法薬だ。飲んでみてはくれぬか。何その被験者的なやつ。被験者になっておくれと頼んでおるのだ。よしよしよし、今日はもう研究室的なところへ帰ろうな。ないわー。それに研究室的とか混ぜるな危険的とか被験者的とかてっぺき言いすぎだー。ゆとりかー。私その後のしわ寄せ世代なんで。ああ、なら仕方ない。聞いたことないわー。だろうね、今思いついたんだもん。天ねってどういう字書くの？天に音だわ。それって普通アモネって読むよな。なんで天ねって読むの？知らんわ。菅野だって菅野と読むやつと菅野と読むやつがおるだろ。萩原と荻原もそうだね。それは字が違うわ。さっさと飲んでアリーナで戦ってこい。そして効能を報告しろ。飲んだ後どうなってしまうのか一人じゃ不安だ。二人ぐらい連れて行こう。今忙し
手取り早く行こう。QED です。私に何か用？私これからいきなり強くなる。でも不安なんだ。そばにいてくれないかな。すごく違法の香りがするのだけど大丈夫？大丈夫。心配だからついて行ってあげるわ。優しい。もう一人は？それで行きましょう。お。ルカさん、どうかした？私、これからいきなり強くなる。どんな方法で？危険かもしれないから付き合う。あれ？付き合ったとこで戻されてしまった。連れて行ったんだ。で、これでどこに行くんだ？ちょっと時間かかるかな？ようやく向かっていった。でバトルになりますね。さあ飲むぞ。栄養ドリンクの類には見えなかったんですが。手出しよった。やよったこいつ。どら倒した。
かやばいものじゃなかったんですか？そこまでして強くなりたかったんか。人としてはどうなんや。あれ？うわ、お腹が！地獄を見た。あんなの使えません。そうか、まあ使えたとしてもいろんなものを調合しすぎて再現は不可能だ。そんなものの被験者必要あった？失敗から人は学ぶ。全ての成功はそこから始まるのだよ。何かのいいスタートになるといいね。魔術師だ。背中でも流してもらおうかな。一緒にお風呂行かない？怖がってる。今日はご苦労だった。背中ぐらい流してやろう。うん、ほんとそれぐらいしてもらわないと割に合わない。ひでえ目にあったもん。やれやれ、体から一切何も排出されなくなる薬を調合してやるか。そんな悪魔のような薬よりもっと人類の役に立つものを調合して。では朝の体操を開始してください。じゃあみんな等間隔に開いて。この後私が言うべき言葉は、腕を前から上に背伸びの運動から。1、2、3、4。1、2、3、4。終わったぜ。素晴らしいです。褒められた。何かのパラメータが上がった。これ式のことで上がるか、平行線だわ。今日は裁縫をしてもらうわよ。裁縫？冗談はよせよ。裁縫？うちら主婦ちゃうで。うちら人類を救うヒーローやで。お前らはそう返すことに決めてるのか。気が合うな。
だってそんなの戦うことと関係なさそうじゃん。解放。あなたたちの着ている制服がほつれたり破けたりしているのはセラフ部隊として恥なの。しっかりと管理するように、うん、はだけてた方が人気出そうじゃん。エロいゲームか、うん、そこまで行くとデフレクタが発生せずに死にます。めぐみ、やるしかなさそうだ。発生しない場合もあるのか。二人揃ってビビリか。そうか、制服からなんか力が出てるんじゃなかったっけ。皆さんに支給されている制服は戦闘用に開発された特殊な素材を使用しています、うん、大変丈夫な素材ですが、弱い箇所の補修は各自で行ってください。オリジナリティを加えていってもいい？デフレクタが発生しなくなるので避けてください。みんないっぱい改造してるのに困ったものです。でも逆に言えばデフレクタが発生するギリギリのところをついていけばいいのか。どうするつもりだよ。そうだな。透明なゆるキャラにする。透明なゆるキャラにする。中の人が天然が上がるんだ。本当だ。こんなことちゃんと用意してるんだね。させるな。体力の無駄だわ。はいはい、手を動かしてください。今日からフェーズ3の訓練に入ってもらいます。 31A と 31B の連携は変わらず必要だから、今までの作戦訓練で覚えた動きを応用するように。任せろ。はい。今回の目的はポイントデルタである共同歩予定地周辺の敵一掃および輸送車護衛の引き継ぎを。この共同歩は今後の作戦行動の中継基地になるわ。あとフェーズ3からあなたたち以外の部隊との連携も必要になるって言ったのは覚えてるわね。覚えてる。本当、覚え、本当は分かんない。主力部隊が南東から進行し作戦区域内の制圧にかかるわ。同時に 30G が共同保養の資材を運搬する輸送車を護衛しながら旧国道246号線を復旧させていく。どうやって復旧させるんだ。セラフの攻撃力で吹き飛ばして通行の邪魔になっている瓦礫を撤去する。あとのフェーズで必要な資材を運ぶルートだから作戦の成否がかかってるわ、うん、作戦区域内に入ると輸送車の護衛をしながら旧国道246号線を復旧させる余裕はなくなってくるわ。だからあなたたちは作戦区域内の敵をある程度掃討したら 30G と合流し輸送車の護衛を引き継ぎなさい。この作戦で最も重要なフェーズとなるわ。それだけにこの場面が一番危険なのよね。特に 31A の制圧地域は敵営が多いし。最後にもう一つ。まだあるの？頭がパンパンで爆発しそうだよ。しないから安心して聞きなさい。今までの応用でもあるけど今回から大多数のキャンサーを同時に相手にすることになるわ。ここで重要なのはキャンサーが攻撃目標を切り替える際に一瞬動きが止まるということ。これまでの実戦訓練でも感じていたんじゃない？ええ、私の攻撃に反応したキャンサーが別の方向からの攻撃に反応するまで一瞬の間があった。それが奴らの弱点なのよ。奴らのその反応する間をつくことが要となる。一方向だけじゃなく多角的に攻撃してキャンサーの動きを鈍くするの。あら、かやもりさん、わけがわからないという顔。はい。目にゴミでも入りましたか？いえ、ウィンクを送りました。誰に対してですか？手塚司令官に対してです。何のためにですか？バッチリわかってるよと伝えるためであります。なるほどなるほど。バッチリわかってるよと伝えるために上官に向かってウィンクを送る。はい。くるくるパーカー。寿司。うわ、
たやりよった。許してやってくれよ。これでもこいつコーンポタージュ缶のコーンを飲み干すのだけはうまいんだ。だから私をかばうなよ。常に怒られてんのはお前だよ。それにコーンポタージュ缶のコーン残りまくるよ。続けますよ。はい。危機感を全く感じられへん。このいつものゆるい感じ、なんか一周回って正常な風景に思えてきたで。その感性に身を委ねたら私らの負けだ。せやな。とにかくキャンさんは目の前の敵にしか注意を向けていないことが。結構目が、しかも目標を変える時の動きも鈍いの。このことを意識しながらフェーズ3の訓練を行うこと。今回も31ビートの合同訓練になるわ。お願いします。結構なあ司令官、31ビート 31A の役割なんで変えねえか。変えませんが何かあった。いや、 31A の皆様方とこの前ちょっとした力試しをしたんだけどさ、すっげえ弱くて頼りねえなあと思ってさ。だったよな 31A の皆さん。いや、あれはなかったことにしてくれよ。そこはなんとかさ、この通りだからよ。なんでこんな情けないリーダーの姿を見なきゃならないんだ。であればなおさら 31B のあなたたちが支援を頑張るべきだ。そういうことだな。そうです、その通りです。皆さん頑張りましょう。はあ、一番才能のないやつに言われたくねえわ。私らがいたから 31B がこの作戦に起用されたってのによ。みじめ。戦場では仲違いなどしている余裕はないのよ。死にたいの。いいえ、言われなくても生まれ持った才能で生き残ってみせますんで。体調は知らないけどにゃ。いいから黙って話を聞きましょう。取ってる。はいはい、怒られちまったよ。やってられないな。前回より攻撃タイミングがシビアになるから細かくチェックしていくわよ。想定はフェーズ2終了後 31A、31B の出撃と同時に他部隊も行動開始とするわ。はい。七瀬さん、お願い。はい。まあシミュレーターか。本日の訓練ではポイントガンマから南進しつつ周辺のキャンサーを掃討してください。戦闘時間やデフレクタの損耗率をチェックしますので注意して戦うようにしてください。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。いきなりバトル。まずは敵を片付けちまうぞ。ああ、そうしねえと始まんねえしな。一戦死んでみる。風のささめき。勝利とは我が示す道よ。鼻にくそ、鼻にくそ。あ、次々と来るんだ。私らならやれるさ。このチャイナ娘からね。目に物見せてやろうぞ。ディフレクターってどうやって出てるんだろう。これも山内様、こんなのどうしてきた。
倒した。もう敵はいないな。やっと着いた。お疲れ様でした。キャンサーの相当を確認しました。ですが制圧時間は規定値をクリアできていません。まだ全然練度が足りてないわね、葵さん。うん、支援のタイミングが悪いわ。前のフェーズとは違い、狭い山道じゃなく平地での作戦行動よ。それを踏まえて誰がどんな動きをしていたかどう、はい、いえそこまでは考えられていませんでした。おいおい隊長さん、それじゃ困るよ。スモモを死なせる気かにゃいいじゃないか、望むところだ。望まないでください。すみません。もっと細かく状況を予測してタイミングを見直しなさい。はい葵、了解しました。それから31への攻撃、これは褒められる。今度こそいい予感しかしない。雑すぎるわ。とにかく攻撃手段が大雑把。どれだけポジティブなんだよ。そもそも人類が危機に瀕してる世界なんだから、いいこと自体が起こりにくいだろう。ターゲットを変更する際にキャンサーの動きが止まる時間はほんの一瞬。そのタイミングを測って自分で突っ込むのか、仲間に任せるのか、あるいは牽制だけするのか、そうした判断を即座に行わないといけない。そういうことはちゃんと考えてね。実は考えるのは苦手で、狼にここまで育てられて、ついこの間文明社会の存在を知ったところでして。そんな言い訳が通用すると思って？思ったから口にしました。しません。もう一点、あなたたちは一撃で戦いを終わらせようと急ぎすぎる傾向があるわ。それよりも重要なのは状況を好転させていくイメージを持つこと。最終的に勝利するために何が必要となるのか、それを常に考えなさい。葵さん、他に気づいた点はある？あ、はい。最知恵の皆さんっていつもはもっと攻撃速度が速かったと思うんです。なるほど、チームの足を引っ張っているやつがいると。そいつはまた私さ。全体的に遅いです。違った、罪をかぶろうとしたのに。多分私らだ。支援を受けようとするとどうしても遅めになるわ。なるほど。それは否めない。ごめんなさい、葵たちが追いつけてないんです。ちげえよ、私らはやることちゃんとやってるよ。ただの難癖だにゃ。いえ、事実です。はあ？にゃに。おいお前ら、もっとやれ。たきつけないでください。皆さん、次は手加減せず最速での行動をお願いします。必ず訓練中に合わせられるようにしますから。ご迷惑なのは理解していますが、どうかお願いします。そんな必死にならなくてもいいよ、気楽に行こうぜ。肩の力を抜くことがまず一番な。所詮遊びなんだし。遊びちゃうわ。既存の曲をコピーするのもいいけどさ、やっぱ新曲やりたいよね。まだまともにリズムもキープできないんだが。葵もです。じゃあとりあえず今日はジャムるか。なんやねんそれ。譜面にとらわれず自由に演奏して合わせるってことよ。何を見て弾けばいいんでしょうか。何も見ずに弾くから自由なんだろうよ。さすがユッキー、分かってる。そんなのむちゃくちゃになる。まあ一曲はコピーできたんだし、似た感じのことをやっとけば私やつかさっちが合わせるよ。レッシャー、そ
叫びたーす。ユッキー、カウント。くそ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。みんな、このリズムに乗っていけ。じゃあ、こんなのはどう？すごい。なら、こういうのはどうですか？こんな音出しちゃいますけど。ああ、世話しないな。こんな音入れるんはどないや。ボードド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 ド。すごい。最後の方、なんか曲になっとったな。話はカレンちゃんから聞いたわ。みんなすごい。そして喉が痛い。不憫なやつだな。楽しかったろ？もう一回やろうぜ。え？休みたいやつは休め。ついてこれるやつだけ。ついてこい。ユッキー、カウント。あたしだけ強制じゃね？ダメだ。もう叩けんわ。葵も指がヒリヒリしてもう触れません。この楽器弦が太すぎます。うちのサイキックも限界やで。力の使いすぎで鼻血出てきたわ。みんなすごい。そして喉が痛い。お前だけ不憫だ。そんなことないわ。体に残る心地よい疲労とこの達成感、すごく満足。そして喉が痛い。ならいいが。みんなありがとう。どうした？改まって。いや、シースレジェンドが再始動できるなんて思ってもみなかったからさ。明日から長いツアーが始まるけど、よろしく。始まらねえよ。あれ、初日青森からだろ。全国つつうらうら回ってる場合じゃねえよ。そんな世界観だっけ？そんな世界観だよ。その説明は存分にしてやったろ。やっぱ寝てて聞いてなかったのか。いや、さすがにここでテヘペリンコはガソリンに油だ。ガソリンに油注いだらどうなるんだ？ものすごい勢いで燃え上がる。なんも起こらんわ。ただの大量の油。なら大丈夫ってことだ。デーペリンカン、火に油。え、なになに、なんでユキ怒ってんの？お前が火に油を注いだからだ。何も起こらないって言ったじゃん。それはガソリンに油を注いだ時の話だ。今のは火に油。狐に包み込まれたような気分だ。暖かくてよかったな。フォックスファーマフラー、あれ残酷で嫌だよ。特に頭までついてるやつ。同感、かわいそう。そんな話はどうでもいい。ここらでみんなの意見も聞いておく。みんな、こいつのテヘペリンコについてどう思う？どうってのは？私はいちいちカッチーンと来ている。みんなはどうだ？こいつが口にすることは大概腹立つで。その感情とはまた違う。それはお前がルカをライバル視しているせいだろ。せやな。私は何も気にならない。お前は可愛がられているからな。そう思うのも無理はない。そうかも。考えてみたこともなかったわ。お前はただ抜けているだけだ。今後は注意深く考えてみてほしい。ええ、そうするわ。テヘペリンコを言わないルカさん。確かに。果たしてそれはルカさんと呼べるのでしょうか？よーし。よく今ので喜べるな。テヘペリンコ言うだけの人扱いされてるからな。ということは、現状が気になっているのは私だけということか。残念そうね。みんなもカッチーンと来ていたなら、どんな手を使ってでも二度と言わせまいとしただろうが。冷静な。その必要性は今のところないってことだから。冷静な判断。私が我慢すればいいってことになっちまう。でも
あなたがそれでストレスをためているのも事実なのでしょ、うん、ああ、その通りだ。そっか。そんな風に言われたら我慢するしかねえな。私はユッキーに嫌われたくないからさ。ルカ、ようやく分かってくれたか。一日に何回までならセーフだ。一回でもアウトだわ。そんな無茶言うなよ。私無茶言ってるか。そいつの言葉いちいち真に受けてたら頭爆発すんで。まったくだ。で、何回ならセーフ。できるだけゼロに抑えろ。世界を平和にする力あんのに。ああ、今なんて。努力する努力する。今日のユッキー怖いな。江戸時代に日本は鎖国していたが、この時代でも長崎の出島を通して海外からさまざまなものが伝来している。例えばコーヒーもこの時にオランダ人が持ち込んだとされている。ちなみに世界一高価なコーヒーと言われるのがコピールワクだ。このコーヒーの豆はある特別なところで取れるのだが、かやもり、わかるか。動物の糞。正解だ。正解。なんと嘘だろ。蛇行猫という動物の糞から取れる。蛇行猫の食べたコーヒー豆が未消化のまま排泄され、それをきれいに洗浄してよく乾燥させた後焙煎される。蛇行猫の腸内に存在する細菌の働きで独特の香味が加わるそうだ。だから希少価値が高く非常に高価で取引される。クソ高いのか。クソだけど、うん、いいと思ったよ。今日も勉学に励みまくったな。さーて次の予定はと。だっせー。ん？この豪快な笑い声聞き覚えがあるぞ。全部消える玉だなんて卑怯だにゃ。いちごとスモモ。ということは 31B の教室か。あの授業中ずっと遊んでいるのはどうかと。今なんて？いえ、もっとはっきりと言う。そこまでのことでもないと言いますか。じゃあ遊んでていいんだな。行くぜ。受けて立つにゃ。相変わらずだな、あの二人は。どうだ。置いてるな。強くしっかりしていることですけど、ホスエちゃんはそれをあんたに。そうだろうな。それはなんていうか、葵からは程遠い言葉ですね。その通りだよ。自覚してるじゃねえか。くそ、言いたい放題言いよって。でも今は孤女がいる。様子を見よう。隊長、もっと自信を持ってもいいと思いますよ。そう言ってる。葵の味方もいるんじゃん。その根拠のない自信は持ってはいけない気がして。何の実績もないしにゃ。
その点、うちら姉妹はここに来る前から命の奪い合いをしてきたわけだし、そういう意味では先輩じゃん。くぐってきた修羅場の数が違うに。そんな、隊長だって。そうですよね、すごいですよね。お二人は隊長、どうしてですか。ダメか。行こう。よう。かやもりさん。ああ。にゃ。喧嘩安いよ。お買い得だよ。何言ってんだ、こいつ。今なら無料。そこのあんたら一つどう。喧嘩を売ってるみたいだにゃ。買うかな。あたしらの勝ちで決着はついてんだよ。分かったら消え失せろ、ガキが。まったくに、喧嘩にすらならないなんて。これは私たちの問題なので、その通りです。え、個人まで。うん、邪魔したな。ダメか。うちらの隊長が明らかに落ち込んで帰ってきたで。どうせすぐ元気になるだろう。ほっとけ。今日もフェーズ3の訓練よ。規定時間内のキャンサー相当を目標とします。葵さん、前回の反省点は覚えてる？はい。よろしい。 31A も変な気を使わないように。お一つアドバイスよ。フェーズ3では戦線が伸びるから、どうしても 31A と 31B に距離が生まれるわね。ああ、距離がそれなりにあるわけだから、味方の状況には不明な部分があるのはわかるわよ。わかる。まあどうやったら相手の状況がわかるようになるのかしら。聞く。半分正解。状況報告を密にするのはいいことよ。でも秒単位で変化していく戦場で、その場その場で通信するのは不可能よね。だな。周辺把握を 31B に手動させてみるのも手段の一つよ。葵さんには状況把握とキャンサーの行動予測が求められるわ、うん、はい。逆に茅森さんには葵さんの指示から簡単なく方針を決める判断力と戦術の構想力を求められるわ。なんと。ああ、それぞれの部隊長が役割分担を明確にして効率化するのよ。なるほど。すぐにできることじゃないけど、一度考えてみなさい。お、お前すごいな。司令官に向かって全て2文字で返したわ。あれ、私もです。司令官すみません。やべ、恐ろしい流れ玉を食らわしちまった。何してくれてんのさ、ユッキー。お前のせいだわ。昨日の訓練では安全地帯への行軍経路確立に成功しましたので、本日は予定通り次の地点を目指してください。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。よし、連絡は密に取り合っていくぞ。だな。早速敵さんのお出ましだぞ。一点死んでみる。風のささめき。勝利とはワイワイが出るよ。片付けるぞ。そう。やるな。キッ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 
うん、そういうことだ。チャンスだ。うん、風のささめき、勝利とはワリワリで敵を相当できたようですね。じゃあちょっと休憩入れるか。キンキンに凍らしたチューペットをみんなに振る舞うよ。そんなものありませんよね。ルカちゃんウィン。うん、私らならやれるさ。風のささめき、勝利とは我ら示す道よ。まだまだ荒いわね、葵さん。想定外の事態があった時に動きが止まってるわ。事前の準備が足りてないわね。すみません。茅森さん、動きはスムーズになったけど、まだ攻撃が大雑把よ。 31B の動きは見えているの？背後にいても見える。後ろにも目がついているからな。髪をかき上げてその目を見せてみろ。嘘です、ごめんなさい。あと上官にタメ口聞くな。ごめんなさい。申し訳ございませんだ。申し訳ございませんだ。だはいらん。申し訳ございません。で、本当のところはどうなんだ？あんまり見えてないですね。だろうな。切り込み隊をやっているだけあって、あなたたちの攻撃力は相当なものよ。だけど何も考えずにセラフを振り回すだけじゃ、 31B からの支援を適切に受けることはできない。茅森さんの判断は 31A がどうするかしか考えてないじゃない。だから葵さんの判断が追いつかず後手後手に回る。今のところ 31B にかかっている負担が大きいわね。チームワークを軽視してこなせるほど簡単な訓練じゃないわよ。いえ、葵たちも入るべき支援のタイミングを逃し、おっと、していますし。いやいや大丈夫、もう一回やってみようぜ。当然です、できるまでやってもらうわよ。お願いします。そろそろ終わらせたいんだにゃ。文句を言ってはダメです。はいはいっと。それから 31A はこの後大事な話があるので残るように。お、いいよ、監視かしない。
そろそろトイレ、シャワー付きの個室があてがわれると思ってたところなんだ。先にお礼を申し上げておきます。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。おそらく無駄になるからな。訓練後に悪いけど、31Aにある任務を頼みたいの。ほら無駄になったろ。なんてこった。私の感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。お返せ。やめとけ、またキレられるぞ。七瀬さん、状況を説明してあげて。はい。本日1645有明ドーム近隣でキャンサーの集団が発見されました。敵視力は1体、ロータリーモールと呼称します。現在地は不明で、すでに4部隊が哨戒任務に展開中です。敵が基地の裏庭に出たってところで、ちょっと待ってくれ。そんな場所に出現って、前線の哨戒に引っかからないのはおかしいだろう。そうね、その点も含めて 31A に出撃してほしいのよ。前線が破られてるってのにやけに余裕だな。理由はいくつかあるわ。確かにロータリーモールは新種のキャンサーで、詳細は不明よ。戦闘記録との合致もないわ。ただ外見や体調の報告から、敵単体としての脅威度はそれほど高くない。都司令部は推定しているわ。本当？以前の作戦でデススラックを倒した実績を持つ 31A なら十分に撃破可能でしょう。確かにキャンサーは大きさがそのまま強さにつながるところがある。確かに大きさ大事。ロータリーモールを探し出し、哨戒網を突破した要因を突き止めた上で撃退するのが今回の任務よ。でもオペレーションプレアデスの大事な任務だから、訓練は怠らないように。そんな、どっちかだけにしてよ。時期が悪かったわね。普段ならドーム周辺の守備を強化して情報取得を進めるのが通例なのだけど、作戦前にその方針は取れないのよ。どうして？単純よ、人員が足らなくなるわ。足らんて、そないな理由なんか。仮に倒しきれずに作戦行動日を迎えたので部隊撤収するとするわね。作戦行動中で手薄な警備をつかれてドームが壊滅、これが最悪のパターンよ。逆にロータリーモールに備えて作戦行動部隊から一部守備隊へ転換させるのも本末転倒だわ。作戦が成り立たなくなるわ。そう、よって司令部は作戦行動の影響及びドーム住民の危険性が大きいと判断し、特別哨戒任務を発令します。可及的速やかに指定地域の捜索、敵勢力を発見しこれを排除。期限は本日から4日間以内を必達しなさい。今から出動して哨戒に当たるように、切り込み隊として初の抜擢を。期待に応えなさい。うへー、とりあえず了解って言っとけ。とりあえず了解。とりあえずはいらねえわ。もうすぐ出撃か。視覚が多くなってる。奇襲には気をつけろよ。あ、ロータリーモール以外はノラキャンサーだけだし、スピード重視で進むぞ。行きましょう。そんな、待
て待って、うん、ボス？やってるで。ふざけろ。すごいじゃない。待ってました。なかなか強いな。なんだこの子は。よっこらしょっと、すごいじゃない。さすが。ね、結構。チャンスだ。どうだ。よっ、待ってました。文が、やっと出てきてる。ピピピピ。ちょっと、オッケー。まあ、こんな感じ。何かありますよ。何か。パタフラ。何これ。装備はかからないが、
慎重にな。来るぞ。また中ボス。
さすがといったところね。砕けろ。ここに行きたい。行こうぜ。加速。ちゃいキック浴びせたる。冷静に行こう。ここよ、中ボス。やばそうだ。本体いるんだ。ダメージ食らってない。やったか、やりた。ヤマキ様、やりましたね、ケンジュン。2しか食らってない。プレクターチップの2。
にもの見せてやろうぞ。一斉にでタッすごいじゃない。ドラを鳴らせ。もらった。このブンゴやったー。ゲジよ、食らえ。私らならやれるさ。神宮せよ。砕けろ。ドラを鳴らせ。強い。紹介エリア外だぞ。罰ゲームね。
進軍せよ。いいね。斧が武器を見せかけろ。すごい。慎重にな。多分あと1回。よっしゃ。狩りましょう。まあそうだろうな。すごいな、討伐点。ルカ、これで割り当ての紹介地域探索は完了だ。ここまでか。ロータリーモールは見つからなかったし、基地に戻って司令官に報告すっか。紹介地域はすべてチェック済みで見つからずか。ありがとう、よくやったわ。ただ目標を倒していない以上、特別紹介任務は続きます。別名あるまで待機していてちょうだい。了解。なんだろう。行きましょう。すごくアナログな設定のキャラからすごくデジタルな機器でお願いされた。ダメだ。なんか一気に退却しに行ってもいいかもね。
値段通り。これから私がバーンって言ったら転がるんだぞ。行くぞ。バーン。バーン。全然反応してくれない。もう一回だけ。バーン。ダメっぽい。転がらずに普通に去っていった。ナービーに芸を仕込むのは無理なのかもしれない。アディオスナビ。9から11日までですね。復唱練習を始めます。私に続いて復唱してください。とりあえず今回ここまでとします。惜しい、もうちょっとか。はい、ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ヘブンバーズレッド遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。